アエルアエルは、仙台市青葉区の東日本旅客鉄道、JR 東日本仙台駅、西口北側に立つ、地上31階の再開発ビルである。1998年、平成10年の完成時点では、東北地方で最高層のビルであり、仙台市都心部のランドマークとなっている。しかし2010年、平成22年、青葉区一番町に、 地上37階約180メートルの仙台トストタワーが竣工したのをはじめ145.5メートルを上回るビルが東北各県に複数混流されたため2016年現在においては東北地方では第5位の高さである1階から4階までが商業施設5階から7階が仙台市の施設8階から30階が オフィスビルとなっている。商業フロアにはマルゼン、ユニクロなどのテナントが入居する。最上階の31階には、無料の展望テラス、開放時間10時30分20時がある。完成時期が失われた10年と言われる、不況期であったことから、入居企業に就労支援、労働者派遣が多いのが特色である。また、交通の便が良いため、一般的な学校より、 通学範囲が広い資格取得予行などの教育機関も入居している。難関資格保有者が多く在籍する監査法人や弁護士法人などの私業法人も複数入居している。ネット。U にある多目的ホールは仙台駅周辺に数少ないイベントスペースであるため様々なイベントが開かれている。その他、最事シーズンには1階の入り口付近、 交差点側に露店が出店し、り、ステージイベントが開催されることもある。建設には、全天候型ビル自動建設システムが用いられ、当時としては最も高い建物への適用例であった。また、居住性向上のため、精神装置が設置されている。郵便番号は、住友生命仙台中央ビルと同様に、980から 61XX という、 専用番号が不番される XX は買い番号だが32より大きな数字の場合は特定のテナント専用となる。1988年昭和63年に仙台市によって中心部再開発事業として事業化され1998年平成10年に完成。総事業費は約746億円であったが、 不況のため売却先が見つからず、市が保有したままテナントを貸して、賃料を債務返済に回していた。2007年、平成19年3月の時点で、借入金は約276億円残っていたが、同年10月に外資系投資ファンド、セキュアードキャピルジャパンを中心とする特定目的会社に287億7、800万円で売却された。これは、 完成前の1995年、平成7年に売り出した、サイの公募価格と同額であった。31階は、展望テラスと結婚披露宴会場で構成される。9階から30階は賃貸オフィスとなっている。28階から29階に入居する仙台市の、男女とも同産が施設で、宮城子育て、女性健康支援センター、仙台ファミリーサポートネットワーク、 ウィメンズサポートセンターなどの機能を持つ。同様な市の施設に141ビルにあるエルパーク仙台がある。5階から7階は財団法人仙台市産業振興事業団が入居する。5階の多目的ホールでは立地の良さを反映した講演会、展示会、イベントなどが行われている。8階は仙台市教育委員会が運営する仙台子ども体験プラザ。 平成26年夏開館予定がある。他の仙台市の機関として、オフィスフロアの28階から29階にエルソーラ、仙台がある。商業エリアは、ショップワンダーエアーと呼ばれる。店舗面積は8125メートル。1階から2階には、アトリウムがある。地下3階から地下1階は駐車場及び駐輪場となっている。エアは、 仙台駅北側の徒歩移動の集約地である、駅前通りと中家町の交差点に立ち、仙台駅と中心部商店街の中央通り、ハピナ中家町との動線、およびオフィスビルが立ち並ぶ家教員や本町との動線が集まる。エアー画面する、もう一つの交差点の駅前通り、広瀬通りの四隅には、すでに、アズール仙台、地上19階、87メートルと、 宮古仙台高速バスセンターを併設する東京建物仙台ビル地上20階97メートルが建っているが将来的には家京院一丁目第一地区再開発による二棟のビルが建設される予定でこれらもエアーと同様に仙台駅西口ペデストリアンデッキでつながり地上の他に2階の高さでも歩行者が行き交う多層的な地区となる2008年 平成20年4月1日より、正面に仙台駅北口バス停が設置され、混雑時や当地周辺への用途の際のアクセスが向上している。かつて、この位置は仙台ヒルサイドアウトレットを結ぶ無料シャトルバスの仙台駅側の乗降拠点となっていた。エアーの南側では、低層部分に仙台パルコが入るオフィス、商業複合ビル、仙台マークワン。 地上19階、高さ98メートルがあり、その建設に合わせて、両ビルの間には新たに、ペデストリアンデッキが設置され、線路をまたいで、仙台駅東口との東西連絡デッキも、設けられた。また、広瀬通りは、駅前通りより、東のエアーの北面で宮城の橋、X 橋に接続しているが、将来的には、これが掛け替えられ、 現在進行中の仙台駅東台に土地、区画整理事業と多層的に接続される予定で、あ、都市計画道路元寺工事副出線。エアー周囲では、徒歩移動の多層性の拡充が進み、エアーは、その集約地の一つとなると見られている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。